図面がプリントされた鋼板はローラーに乗って作業現場へ送り込まれる。鋼板の上にはプリントされた図面がピンク色に浮き出している。大きい溶接工場は作業の段階に応じてだんだんと高く設計されていて、採光や換気にも斬新なアイデアが生かされている。溶接作業も大幅に自動化され、大きな機械が技術者の命令を忠実に実行している。自動切断機が何本も青白いガスを噴き出しながら厚さ30ミリもの鋼板を切っていく。複雑な図形のところは小型の自動切断機が任務を果たす。独特のレールに乗ってまるで可愛らしい亀の子のような。